んにちは。ピラティススタジオ eQualityインストラクターのみゆきです。今回は腹筋の持久力を高めるエクササイズを紹介していきます。常にシェイプされたお腹をキープするために頑張っていきましょう。はい、では仰向けに寝転んでください。両膝を立てて足を腰幅ぐらいに広げておきます。そして軽くお腹をへこませるようにして優しい力をお腹の奥の方に入れておきます。腰を少しマットに近づけ、片足ずつ足を持ち上げて両足を宙に浮かせてみます。足をビシッと閉じておきます。すねが床と平行になるようにしておいてください。ちょっとこの姿勢が苦しいなっていう方は膝を胸の方に近づけていただいても構いません。では両手を頭の後ろに軽く添えて、肘はマットから少し持ち上げた状態にしておきます。息を吸い、吐き出しながら目線を下げて背骨を丸めていきます。この状態で体をキープしておきます。では片手を伸ばし、肩の高さで床と平行、1回の呼吸で吸いながら5回、吐く呼吸で5回、下へと押していきます。これを100回行っていきます。ではやっていきましょう。息を吐いてまず準備します。せーの、吸う、2、3、4、5、吐く、2、3、4、5、背骨をしっかり丸めたままでお腹の力を使っていきましょう。吸う、2、3、4、5、吐く、2、3、4、5、下へ下へと押して空気のポンプを押すように、はい、吸う、2、3、4、5、吐く、2、3、4、5。さあ手を入れ替えて反対です。まあ、今インターバル中ですね。さあ頑張ってやってみましょう。せーの、吸う、2、3、4、5、吐く、2、3、4、5。腕を動かしていても背骨がグラグラしないように、はい、頑張って、吸う、2、3、4、5、吐く、2、3、4、5。腕の付け根から押して指先まで一直線、はい、ラスト、吸う、2、3、4、5、吐く、2、3、4、5。 OK です。吸って両手を頭の後ろに添え、吐いてゆっくりと下ろしていきます。そして片足ずつ足を下ろして元の状態へと戻ってみてください。さあ足を持ち上げておくのがちょっときついなっていう方は、このように両膝を立てた状態で今のエクササイズを行っていただいても構いません。ピラティスで楽しく美しく健康にお過ごしください。